皆さんこんにちは。私は一般社団法人岩国青年会議所広報戦略委員会委員長の柏原成男です。以前からもですね、未来創造実行委員会の岩国フューチャー2021の動画を配信させていただいております。で、今回の動画はその実行委員会がですね、そのプロジェクトに参加していただいた高校生のアイデアを青年会議所メンバーで実際に実現するとしたらどのように考えて、どのような問題点があるのか、そして、その問題点をどのようにクリアして、実現させるのかを、グループに分かれてですね、考えてみました。またその具体的に高校生にまたフィードバックすることで、参加した高校生にも学びが提供できるのではないかと考えて、今回この動画を作らせていただきました。最後まで、ご覧になってもらえたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。歴史探査のコースとか、そうですね、そういう種類いっぱいコースみたいなのがあって、はい、自分はね、川下りみたいなのしたいんだ、そうですね、やっていう人とかも多いだろうし、神社とか寺を下りたいんだっていう人も多いだろうし、ね、学習的には高校生は、市が運営しているものに対して高校生が入っていけるっていうところで協力したいみたいな、はあはあ、会議なりっていうのを、岩国市の高校生が組織を作って年に何回か意見を聞いてもらって、してもらえれば一番いいよねみたいな、若者目線のね、あれとか力があるし、初めはそんなこと全然言うのかなって、最終的にはなんか、そうやって変わっていくのかな、定住みたいな、生徒の青年なんか違う。それでは岩国工業チームの、プレゼンさせていただきたいと思います。まずはじめに岩国工業を担当させていただいた長尾から、高校生が考えたプランの方を説明させていただきます。岩国工業はですね、魅力ある資源がたくさんあるにもかかわらず、親世代そして子どもがその魅力というものを知ってはいても体験したりとか、食べたりすることができないというところに、目をつけてですね、何をしたらいいかっていうのを考えた結果、いつでも誰でも楽しめる街岩国ということを、考えました。最終的にはですね、岩国の観光アプリを作って、外国人そして、県外の人にもですね、気軽に岩国に足を運んでもらって、何も持たずともですね、アプリ機能とかを使って楽しめる岩国になれば、10年後魅力ある岩国ができるんじゃないかというところで考えております。観光アプリを作るということでですね、実現するための具体的な手法ということでしたが、まずアプリを作成するっていうのはですね、結構なお金がかかります。しっかりした内容の濃いアプリを作ろうと思うので、やっぱり数百万円規模でお金がかかるということで、その、作成の費用のための財源を確保するということがまず大事になってくると思います。その、確保のすぐ先はやっぱり行政であるとかクラウドファンディングをする、任意団体に協賛についてもらって作るというような方法になってくると思います。で、運営主体なんですけども、やっぱり、行政の方に作成、お金を出してもらったとしてもですね、やっぱり運営は、第三セクターなどですね、他に出せば観光協会のようなところか、コンベンションセンターのような、第三セクターが運営してくるような形になるんじゃないかなというふうに考えました。で、現実的な、問題点としては、やはりその数百万円規模のアプリを作って、そのアプリをみんながダウンロードして使用してくれるかっていうところですね。費用対効果が悪いんではないかというような問題点がまず考えられると思います。その問題点の解決方法としまして、現状、皆さんが、旅行に行くときもそうだと思うんですけど、まず、観光地とかを調べるのは、ウェブで、検索をかけて、調べてまいりますよね。で、それからウェブのブラウザをですね、まず、ホームページ的なものを立ち上げてですね、集客というか閲覧数を上げます。
その中にですね、まあ、軌道に乗ってきたらアプリを、ダウンロードできるようなものを付け加えておいてですね、そのアプリに誘導して、アプリを使用してもらうというような流れで、進めていくのではないか。まずなので、ブラウザをしっかりと作るということが、重要なのではないかなというふうに考えています。まあ、あと一番重要なことだと思うんですけど、まあ、観光資源自体をですね、しっかりと磨いていかなければならないのではないかなというふうに思っております。ということで、発表に変えさせていただきます。発表させていただきます。高森高校チームは、バリアフリー最先端の街をテーマに、活動されていました。岩国市は、まあ、県内でも、有数な山々、清流、美しい海、世界に誇る歴史や文化、また岩国近代供給港だったり、目まぐるしい発展を遂げている一方で、やはり人口減少、少子高齢化、防災など、たくさんの課題を抱えています。そうした時に重要になるのが、そういった人々の支え合い、助け合う社会づくりが必要というところで、バリアフリーに、導かれたというような動機でございました。で、実現するための具体的方法を、高校の方が5つ挙げていらっしゃいました。まず1つ目が心のバリアフリーに対する啓発を深めるパンフレット作成で、2つ目が岩国助け合いバッジの作成、3つ目が岩国市独自のアプリを作成し、困りごとを確認できるサービスの提供で、4つ目が、まあ、交通量が多い箇所だったり、危険な箇所、そういったところに、メロディー式信号機の設置で、5つ目に、まず心のバリアフリーということで、教育機関でバリアフリーに関する学習をするっていうのが、バリアフリー最先端の街へ向けた高校生が考えた5つの具体的手法でございました。そこで、私たち JC なりに考えさせていただいた現実的な問題点っていうのがこちらに掲げていることです。先ほど挙げた具体的手法に関して、1点目、心のバリアフリーに対する啓発を深めるパンフレット作成で、これを教育機関で心のバリアフリーに関する学習をする、この1と5を合わせてセットで考えればいいのではないかと考えました。しかしそこで問題となるのが、じゃあどこまで突き詰めればいいのかというのも、高校生が挙げてた中で、カラーユニバーサルデザイン、これっていうのは色盲の人に対する対応、一方で、皆さんよくご存知ではユニバーサルデザイン的な、階段をなくす、そういったつまずきをなくすデザイン、まあ、そういったところで、じゃあどこまで突き詰めて教育をしていかなければならないのか、その誰目線、そういった資格を取るためまでの、知識が必要なのか、一方、ある程度の知識でいいのか、そういった目線設定が非常に難しいんじゃないかなと思いました。なので、そこの目線設定プラス、じゃあ誰を対象者、教育機関だけでいいのか、テーマに沿ったところで言うと、やはり少子高齢化が進んでいる中で、岩国市民全体の助け入れが必要となりますので、そういった意味では、教育機関だけではなく、そういう以外の人たちを含めないと、バリアフリー最先端の街は実行できないのかというところで、この1と5ではこれを問題点として掲げています。2の岩国助け合いバッジの作成、こちらに関しては正直費用はあまりかからないと、思っておりますが、活用と普及っていうのが課題であるのではないかと考えました。で、3つ目、岩国市独自のアプリを作成というところなんですけれども、岩国市のアプリっていうのはもうすでに、作成されております。で、具体的にここの道路が危なかったよとか、そういった、通報をする仕組みもすでにできております。なので、アプリは作成したんですけれども、ここに書いているんですけれども、市外の方に対する活用が問題ではないかなと思っております。やはり岩国市内のことを、市内の人たちに対してはいいと思うんですけれども、バリアフリー最先端の街へで、市外の人たちが実際に来てもらったときに、何がバリアフリー最先端なのって言ったときに、わざわざアプリをインストールしてもらわなきゃいけないんですけれども、じゃあそれをどうやって普及していくのか、そういったところが難しいのではないかなと思いました。で、4つ目の交通量が多いところでのメロディー式信号機の設置なんですけれども、こちらは具体的に国交省だったり、まあ、行政、許認可のプロセスが非常に複雑となっておりまして、なかなか実現が不可能なのかなと思っております。で、こちら1、2、3、4、5、複合的に考えた問題点の解決方法というところで考えると、実際全てまあ行政がなんとかなるんではないかなというところで、僕が頑張ればなんとかなるんじゃないのと思いました。なので、最終的には全てこれをバリアフリー最先端の街で掲げようとした場合、セムラが頑張る必要があるんじゃないかと。なので、皆さんぜひセムラ君を応援してください。以上で高森高校の発表を終了します。
それでは、岩国市まるごと、はい、岩国高校チームの、地域未来創造班の、発表の方に移りたいと思います。岩国高校、の、地域、未来創造班の方ですが、こちら、今回の、提言で、廃校の、再活用、と、あと、観光地の PR 高校の、あと、自然を生かす森林セラピーとかですね、そういったその活用方法の、3つを、提言、として出されています。で、今回ちょっと、廃校の再活用、というところに、フォーカスして、まあ、具体的な、解決手法を、考えてみましたので、こちらの方をプレゼンさせていただきます。失礼いたします。今の伊藤委員長からまず第一OB の方が発表されたのと一番で、二番目プロが発表したけ、僕らちょっと低い目線で見て、まずそこを押さえてからの話で、まずいろいろ提言あったんですけど、廃校を利用してという、ところを進めたいと思いまして、で廃校っていろいろ各地域に、まあ、特に田舎にあるんですけど、ちょっと今回は、未消化、未消をちょっと題材として、まあ、各地域地域で違うとは思うんですけど、で未消の場合は、まあ、交通の面とかっていうのは問題あると思うんですけど、まあ、ここに関しては心配をしてないというか、皆さんバスとか、電車があまりかし止まりやすいところで、ここをちょっと主体にしたのをプレゼンしたいと思います。でまず、初めに、目的、具体的手法、手法は、まあ、さっきちょっとなんか出ましたけど、企業と、まあ、行政混ぜながらですね、まあ、で問題点が一時はお金だと思うんですよ。まあ、セムラ君が頑張るプラス、やっぱり企業がある程度収益を上げながら、まあ、行政とも連携をして、まあ、カフェとか相席空間とか子ども食堂みたいな、まあ、公的なものを混ぜながら事業を行っていく。これによって、まあ、ある程度のランニングコストは出したいなという形です。で、現実的な問題点としては、今、まず初めの修繕とか耐震っていうのがあったんですけど、もうこれはまず行政の補助金取るために、まあ、公的なものを入れるというのと、セムラ君に頑張るというのですね。で、あと、もちろん、初めの、お金的には、まあ、我々 JC では経済活動団体の協力をしていただいたり、クラブマンとを行うということですね。それとあと必ず休校の休校とか廃校のところって地域のコミュニティっていう形で、まあ、完全にこちら側が使うよって言ったら自治会の参考とかもいるんじゃないかっていう話が出たので、そこは運営主体のところに自治体の、地元自治会の方とかにも協力をしていただいて、まあ、私個人的には結構周りの年寄りのおじいちゃんなんかが暇つぶしにできるようなことになれば、まあ少子高齢化問題も取り組めると思いますので、そちらも合わせてやりたいと思います。まあ、結局のところ一度やれば、どの問題でもお金がメインになると思うんですけど、ここの解決方法は、やっぱり考えていかないといけないかなと思いました。以上です。させるということをテーマに活動を行いました。まず、実現するための具体的な手法なんですけれども、皆さん岩国といえば特産品たくさんあると思うんですけれども、問題点として推しの商品がないというところで、例えば広島といったらお好み焼き、宇都宮といったら餃子みたいな、その地域特有 その商品があると思うんですけど、岩国はそれがないので、まずは岩国市民を巻き込んで推しの商品を決めるというところを具体的手法として挙げさせていただきたいなと思います。でその中で出てきた問題点なんですけれども、まあ、ちょっとここにあるんですけど、岩国の特産品が例えばわさび、れんこん、栗、あと日本酒とか、まあ、鮎とか高森牛とかっていう、まあ、有名な特産品はあるんですけど、この中から一つに絞るのが難しい。でさらには一つに絞ってしまうと、まあ、ちょっと商品として弱いのではないかという意見が出まして、
私たち岩国市民でも本当にこれは特産品なのかっていうのが、まあ、分からない方もいらっしゃるっていうところもあるので、問題の解決方法としてまずはそのまあ商品ここに、まあ、今挙げさせていただいたような商品を一つの商品として、まあ、合体させるような形でそれを商品化していくといいのではないかと。例えば、岩国商業の発表の中ではわさびを使ったアイスの、まあ、商品開発という話があったんですけど、その例えばわさびを使ったアイスをレンコンのチップスで挟んでその合わせ商品合わせたようなものを作れば、まあ、複数の特産品を合わせて推しの商品ができるのではないかというところです。であとは、まあ、そのプロモーションというのが大事なのかなというふうな話になりまして、なかなかそのいいものはあるんですけどうまくプロモーションができてないところがあると思うので、そのプロモーションをうまく進めていけたらいいのではないかと思います。まあ、パンチが効いた商品だったり、まあ、ネーミングが特徴的であったり、まあ、岩国といったらこれっていう商品ができればいいのではないかと思います。あと、まあ、売りやすさというところもあると思うので、なかなかその特産品を使った商品ができても売りにくかったり販売しづらかったりするとなかなか商品化というのは難しいと思うので、そのあたりもプロモーションの中の解決